皆さんこんにちは。サイエンスニュースネットワークの時間です。今回はご好評につき武田邦彦先生をゲストに迎えた雅子の部屋特別編をお届けします。特別編では大学教育のあり方について武田先生が語ってくださいました。ほんでちょっとほんなら教育の話に行きましょうか。はいうねはいはい、今大学でね、はい、あのまあ学生たちが勉強すること、これまあ、どう彼らを導いていくべきかいうことも次の世代を決めるのに大事なことになりますね。まあ一つは僕なんかはいつも言ってるんですけども、もう40過ぎた男はもう元々意味がないと、生きてる意味がないとこう言ってるわけですね。それはまあ万能性で違うんですけど、僕なんかそうで、もう50も過ぎて、僕ら50過ぎた男でね、生きてる意味を感じた男性っていませんよ。もうね、教授だったらねその人が教授じゃなくなりゃ助教授の人が教授になれるんだし、もう上の人って鬱陶しいだけなんですよ。でもそのかけがえのない人ほどいらないんです、大体。もうかけがえのない人なんてろくな人しかいないんですよ。でね、我々の大切なミッションはやっぱ若い人が立派になることであるんですね。ですから教育っていうのは、大学は特に教育が非常に重要で、まあ、研究も非常に重要なんですけど、共に教育が大事で、その一つはその僕はその年取りっていうのは意味がない存在だということをよく年寄りは分かんなきゃいけないと、ね、今はね年寄りが重要だとかね、それは皆さんがね尊敬しておだててくれてるだけなんで、なんかおばすて山みたいな話です。いや違う違う、学生と先生と比べたら必ず学生の方が価値が高いっつって言うんですよ、社会にとっては、ね、だから僕はよく環境問題で言うんですけど、ホテルに行くと温度が24度だと、ね、これでいる人はみんなじいさんだと。ところが高校生はね、温暖化防止のためにして28度のところで暑い暑いって勉強してると、逆だと。若者はちゃんと勉強しなきゃいけないから、24度でも23度でもね、何でもいいと、こう言ってるわけですね。そういう意味で大学というのは一つは非常に重要だよ。もう一つは、私はね、大学 の, その研究が活発なのはやっぱり学生というフレッシュマンがね、そうだと思います ね, ことですね。そこがアンテナになってるわけですか、はい、そうです。それがやっぱりね、研究にもいいあれをするんですね。でもう一つ、大学のファンクションっていうのはそれは2つあって、やっぱりその学生に事実を伝えたり、まあ、あるいは時には技能、例えば医学大学があったら注射の仕方、注射の仕方を教えないと注射できないから、これしょうがないんだ。でそういったものを教えるのと、もう一つはやっぱりね、その真理を愛する心であるとか、それからものを考える論理であるとか、それからその人自身のそのなんて言いますか、道徳性っていうか倫理観っていうか、僕はさあ出てくるんですよね、はい、それはね、自分にほとんど社会を変える力のない人は、これ差別的じゃないですよ、ある意味では、倫理観が低くても社会に対する影響は小さいわけですね。ところが原爆を作れる人が倫理観が低いといろんなことになる、っていうことは、僕は名古屋大学いる時にも大学院生ものすごく叱ったんですけど、難しい物理の論文持ってると手に、それで僕の前で寝てると、お前早くやめちゃえと、ね、これだけ難しい論文読める人がその一つの礼儀も守れないようになったら、それはダメだと、で随分叱ったもんですね。だからそういう意味では、大学で教える非常に重要なことは、正義を愛する心であるとか、自分の力に沿ったね、まあ、覚悟とか決意とか、まあ、そういうのを教えなきゃね。ただ技術だけというのでは困るだろう。そうなんです。まあ、なんかそんな気はしますね、特にポジションが高い人とかね、そうですね、それから社会的影響がある、もしくは作るものが原子爆弾だ、そういったことができる人はね、そうですね、やっぱり相当、まあ、でもこれが一人の科学者の力だけで、まあ、例えば原爆の開発を阻止できるかではできないので、はいはい、そこのところどういうして倫理を貫いていくかいうことがまとわれてきますけどね。社会が複雑になり、そのいわゆる金持ちというのができるとね、その人たちはもういらないのにさらにその汚くなると、これ学問の世界でもそうで、ね、と僕がよく言ったの、東大の総長、そんなな、ね、学長、いやそんなのは別に教授よりかは大したことないじゃないですか、ね、教授の中で誤選してそう学長出すんですか、言ったらね、事務方がなんかこの職はなんとか職だから一回総長か学長になると教授に戻れないんですよって、あかわいそうですねとこう言ったもんですよ。だから僕が言う、さっき言った50歳以上の男はね、意味がないんだっていうのもね、どういう意味かって言ったら、
あなたねそんなに執着しなくていいんですよと、ね、どうせもう世の中いらないんですからというぐらいになんないとなかなかなと思うんですよね。いや、あのそういう意味では私面白いなと思うのは、はい、よく定年になるとね、はい、あの人が変わるんですよ。ああなるほど。あれなんか抜けたみたいなって思う時ありますが、それは50歳で抜けてくれるといいんですけどね。それは無理ですね今のところは。